令和5年11月10日、横須賀港においてしらせの出国行事が行われました。日本を出発したしらせはロンボク海峡を通過し、オーストラリアのフリーマントルへ向かいます。11月25日、しらせは南極までの唯一の寄港地であるオーストラリアのフリーマントルに入港しました。第65次南極観測隊員75名が乗艦しました。フリーマントルでは燃料や観測隊がチャーターしたヘリコプターを搭載したほか、新鮮な食料も満載し、南極での長期行動に備えます。11月30日、しらせはフリーマントルを出港し、昭和基地に向かいます。12月5日、氷山を初視認しました。南極大陸に近づいていることが実感されます。海洋観測支援が始まりました。しらせ乗員と観測隊員が一丸となって観測を行います。しらせはインド洋を南下し、暴風圏に突入しました。大きな船体が揺れ始めました。12月14日、しらせはユツホルム湾沖の流氷域に到達しました。定着氷域に侵入しました。航空輸送に備えてヘリコプターにローターブレードの取り付けを行います。昭和基地沖までのルート選定のため、空から氷の状態を確認します。しらせは厚い氷に行く手を阻まれます。更新し、助走をつけて船体ごと氷の上に乗り上げるラミングを繰り返し、氷を割って前進します。航空輸送に備えて、しらせ貨物槽内での準備が始まりました。12月20日、昭和基地への航空輸送が始まりました。新鮮な食料、観測に必要な物資、人員を乗せて CH-101 ヘリコプターが発艦します。ヘリコプターが昭和基地に到着し、第64次越冬隊との再会を喜びました。12月23日、昭和基地沖接岸前にしらせではブリザードを観測しました。昭和基地から約11キロメートルの場所で強烈な風雪を耐えしのぎました。
日本を出国して46日目の12月25日、しらせは無事昭和基地沖に接岸を果たしました。厚さ4メートルにもなる氷に穴を開け、アイスアンカーとロープで船体を固定します。昭和基地沖に接岸すると、輸送に耐えられる厚さの氷であることを確認します。昭和基地で必要な燃料を輸送するため、しらせから昭和基地まで燃料パイプを次々につないでいきます。すべての燃料パイプをつなぎ終え、昭和基地への送油が始まります。この時期、南極では太陽が沈まない白夜が続きます。氷上を移動する輸送は太陽が低く最も気温が下がり氷が緩みにくい時間帯に行われます。令和6年の元旦を迎えました。承認伝達、艦長の年頭訓示が行われ、しらせ乗員総員が任務完遂の決意を新たにしました。昭和基地ではしらせ乗員による建築、土木、発電機の整備、調理支援を行います。航空機による本格的な輸送が始まりました。輸送物資が次々とヘリコプター機内に運び込まれていきます。
ヘリコプターが発艦した後は飛行甲板上の安全点検を行い、次の着艦に備えます。観測隊の研究のため、ヘリコプターにより昭和基地周辺の観測地点に観測隊員や研究機材を輸送します。しらせ艦上で故障したヘリコプターのエンジン交換を行いました。昭和基地での任務を終えた第64次越冬隊員がしらせに帰還してきました。しらせ艦上では乗員による出迎えにより、越冬隊の1年間の活躍を称えました。物資輸送を終えたしらせは昭和基地沖を離れます。富士ケルンがある立ち待ち岬の丘から第65次越冬隊員による見送りを受けました。しらせは昭和基地東オングル島を後にします。ラングホブデ氷河沖での海洋観測支援が始まりました。海底の泥や生物を採取するビームトロール、大変貴重な生物の採取にも成功しました。海中の映像を撮影する ROV、海中を泳ぐ皇帝ペンギンや海底の生物が映し出されました。満天の星空にオーロラが現れました。2月29日、しらせはトッテン氷河沖に到着しました。3月8日、しらせはトッテン氷河沖での活動を終え、北上を開始しました。海洋観測支援を行いながら、日本を目指します。3月18日、しらせはオーストラリアのフリーマントルに入港しました。苦楽を共にした観測隊員ともここでお別れです。令和6年4月8日、しらせは151日間の航海を終え、横須賀に入港しました。しらせ乗員は5ヶ月ぶりに家族と笑顔の再会を果たしました。任務を完遂し、無事に帰国した喜びをしらせ乗員で分かち合いました。